境内多宝塔を望む二大寺は奈良県奈良市にある新言、立宗の寺院三号は金竜山本尊は聖観世音菩薩二号は詳しくは二大天法輪寺と称する人名天皇の直眼を受け平城天皇家屋の御所跡に有原の成平が回帰したと伝わるその由緒から成平寺とも呼ばれる平城天皇の第一王子 アホ神皇の母大書である。奈良市街北部に位置し、南方を関西本線が斜めによぎる。境内には四季折々、蓮行、椿、柿椿、菊などが咲き乱れ、晩秋には紅葉、南天などが見られる。近世の地種類が伝える縁起によれば、大同四年、平城天皇が上位して後この地に陰性し、茅やの御所と称する屋敷を創建したのが、 そもそもの始まりとする。その後、平城天皇の御子である、阿保神皇、さらに、阿保神皇の御男である、有原の成平が暮らしたという。成平が、伊勢神宮を参詣した時に受けた、神直を機に、上和12年、人名天皇の御子とのりを建て祭って、上和14年、茅野御所を寺に改めて成平が、自ら聖観の像を刻み、 二退天皇輪寺と合して阿保神皇の母大王と村い、人明天皇の直眼書となったのが、寺院としての始まりと伝えられている。寺の近辺からは、平安時代前期の古河原や木管が出土しており、創建がその頃まで遡ることは認められるが、中世以前の遠隔はあまり明らかでない。確実な資料における二退寺の書見は、三大実録に、 上岸2年10月15日、新女新郎が平城京内の伝寺を二大寺に侵入したと見えるものである。新女新郎は出家前の名を高岳新郎と言い,い、平城天皇の御子、阿保子新郎の弟にあたる。このことから二大寺は伝承通り平城天皇諸縁の寺であると推定される。平安時代末期の溶和元年、 平重平による、南東焼き打ちのために書道が炎上し、鎌倉時代になってから、西大寺の交渉母薩映像によって再興され、中世から近世にかけては西大寺及び幸福寺一条院奏法の末寺とされ、二重の支配を受けた。またこの頃には、上妙院、不動院、長老坊という達中があったようである。江戸時代の慶長7年には、江戸幕府により、 事業50国が安堵されており、天那3年には七道ンが軒を並べていた。しかし、江戸時代中期頃から水微し始め、蒸気の達中も廃絶した。幕末からは無重となり、最大寺参考院の住職が兼務をしていたようである。1872年から数年のうちには、老朽化していた多方等の上層部を取り払っているが、1885年、 品川矢次郎によって、随形寺の栗が移築されている。1873年から1923年までは、完全に無住となり、最大自住職が兼務するようになった。しかし、1923年に住職が入り、1930年4月に、国宮や国秀夫が見学に来てその休場を、見分する役にと話をつけて、国庫補助が降りることとなった。 こうして1930年に本堂が、1934年には多方島と南門が解体修理された。南門本堂多方島石棺廃棺は午前9時午後5時。ありがとうございます。